ゲルマニウムラジオシリーズの中でとても再生回数が多くて人気があるのがアルミ箔ロータリーバリコン自作の、ゲルマニウムラジオが非常に人気がありまして、詳しい作り方までやってなかったんですけど、ちょっとせっかくなんでアルミ箔ロータリーバリコンの作り方というビデオを作ってみようかなというふうに思い立ちまして、まあ、それを使って再度ゲルマラジオを作って再現できるということをちょっと証明したいと思います。はい、材料を紹介します。この皿何であるかっていうと、これがちょうどほぼ直径20センチ、正確に言うと 19.5 センチぐらいなんですけど、測ると20センチちょっと切るぐらいです。これは何かっていうとコンパスの代わりです。コンパスで20センチに R 描いてもいいんですけど、まあこれで丸く描いてローターを作るためのコンパス代わり、ハサミ、まああのこれがローターを作るためのベースのボール紙です。ダイオードですね。これショットキーバリアダイオードですけど、で、ミノムシクリップですね。ハサミ、ローターを切ります。これで、で、アルミ箔、これがまあ両極にこのアルミ箔を使うわけなんですけど、で、ローター側のアルミ箔とそのもう一方の受け側のアルミ箔が、バリコンの受け側のね、アルミ箔が必要なんですけど、一応今回ですね、ここに組んでみようと思って買ってきたのはこれです。これはダイソーさんから100円均一で買ってきた20センチのローターを、この上に虫ペンで押すと楽なので、とりあえずあの虫ペンを対応しようと思います。これは今横30センチですね。縦は、40センチ、30センチ40センチのコルクボードをベースに、ここに、ゲルマニウムラジオを組んでみたいと思います。ちなみにもうあのコイルに関してはこの間作って1回、まあ、実績のあるマーブルチョコレート110回、これまあいろいろなところからタップ作ってあるんで、もしずれてたらいろいろ動かせるっていうのもあるんですけど、一応110回名古屋の受信できる4曲が受信できるはずだという前提でいきたいと思います。紹介しましたかね。マーブルチョコレートのコイル、そうですね、これはもう切っちゃってありますけど、元はこういうペラペラのクリアファイルをここのちょうどコルクボードにピタッと合わせて虫ピンで押さえちゃおうかなと思ってますけど、これをそういうふうに切ってあります。これも切ってあるんで、切ってあるものは用意してあるんで OK にしましょう。ということで早速、まあ、これこっち用の、まあ、切ってある、下側用のですね、でローターを作ります。これがまあ一番重要なんで、どうってことはないんですけどね。いやでも一応ね、意外と誰もやってないなと思ってですね、まあ、やってる人いるかもしれないですけど、とりあえずやってみたいと思います。実演でございます。はい、20センチの R 丸を作んなきゃいけないんで、丸を描きます。これだけのことですけどね。はい、この皿のサイズが、まあ、19.5、20センチ弱なので、パーッと丸を描きました。まあ、もちろんねコンパスがあればコンパスで描いてもいいんですけど、まあ、あのそんな緻密なものではなくて、これを当然丸く切り抜くというですねことをやらないとローターできないですよね。まあ、これはボール紙なんでハサミで切れますんで、ハサミで丸く切っていきます。むちゃくちゃ急かって言われるとむちゃくちゃ急なわけでもないんですけど、ちょっとあの、大工さん的な仕事を一瞬してたこともありまして、むちゃくちゃそれほど不器用というわけでもないですけどね。まあ電子工作子供の頃からやってるんで、そういう工作系は基本的に好きです。まあまん丸に切れてないですけど、これでローターのベースの、紙ができました。でちょっとこれねセンター出しておかなきゃいけないですよね。あの後で一番、ま、ど真ん中にあのど真ん中に、あれですね、あとでど真ん中に、まあ、ここに虫ピンでピッと後で止めるんですが、はい、これで一番最重要部品、ロータリーバリコンのローターが出来上がりました。ローターのベースが出来上がりました。はい、これに結局ですね、まあ、逆に先にこっちの受け側を作っちゃいますと、受け側と絶対に接触してはいけないので、これは大体
このサイズでアルミが切ってあるんですけど、アルミ箔がこの上にローターが来ますから、こっち側は絶対に接触しちゃいけない。逆にこっちはコイルに接続点作んなきゃいけないんで、全部中に入れちゃうと接点作れないんで、はみ出すぐらいで、まあ、これでちょうどいいです。でここにローターをペタッて貼って、でさっきのセンター穴に、刺して、でこれで、そうですね、これでこれをこういう感じでこれを回せば、ロータリーバリコンになりますよ。はい、ということなんですが、はい、でこれもこのままではローターとしての静電容量変わりませんので、静電容量の変わるローターにこれを改造しなければならないということなんですけど、まあ、とりあえずこいつは蒸しピンで止めちゃいましょう。もうねガチャガチャ動くとあれなんで、こうやって止めてしまいましょう。これでもうこっち側はね蒸しピンで止めて、こっちも蒸しピンで止める前にやらなきゃいけないのが、これがね前面に貼ってしまっては半面が回転して、静電容量が変わるので、半面にここはもうテープを使いましょう。はい、で余分なアルミ箔を切り取っちゃいます。これ完全にはみ出さないように切り取っちゃうと、後で接触点が作れなくなるんで、少し大きめに切り残しておきます。こういう感じで、こうですね、裏側を見ると半面きれいにアルミ箔が貼ってあるという状態を作る。でこことさっきのフィルムの間の、この容量が回転で変化するっていう、そういう回転で変化するっていう、こういう構造を作りますね。裏から見るとこういうふうに結構きれいです。こっちも、まあこんな感じかな。あとでね、ここにミノムシクリップで接触させますので、完全にペチャッとつけないで、あとでミノムシが刺せるような場所にしておきたい。はい、大体これで主要部品ローターと、そうですね、バリコンとしては、まあ、アース側とアンテナ側としましょうか。アース側アンテナ側両方できました。でこいつをこうやって刺して、これをプスッと素直に刺せば、これでこれだとね回せないんで、ちょっとつまみをつけます。問題ないので、これをテープでペチャって貼ればつまみに、回転用のつまみになります。はい、これでこうやって回せば回せるということになりますね。アルミ箔ロータリーバリコンは大体できました。はい、じゃあこれをゲルマニウムラジオに組んでみます。はい、全部これでやってみようかな。全部これでやってみると、ハンダ付けもカットして、全部ミノムシクリップでやってみましょう。そうすると、これをじゃあアンテナ側としましょう。アンテナ側は、まあ、ここにね、ですね、ここに、でこれグランド側、こっちグランド側にしますね。グランドにして、で110回、ここですね。まあ静電容量違うんでね、このこことここと下のアルミと上のアルミの
距離が微妙に違っただけで静電容量随分違ってくるんで、この間作ったのと全く同じになるとは限らないのでやってみます。はい、であとはダイオードを、ダイオードはここからですね、ここからダイオードを、どっちが、こっちはアノードだな、仮想度から、一応これで回路としてはコイルがあってこれでもうできちゃってますね。で、あとアンテナもここですね、このローターがアンテナになってるんで、これでなんと最低限のゲルマニウムラジオの回路が完成してしまいました。さあ、ちゃんと音が出るでしょうか。ゲルマラジオを組んでみました。ちょっと今回ハンダ付け全く使わないでワニ口クリップの配線だけでゲルマラジオを組んでみました。まあ一番ゲルマラジオって簡単な回路なんでこれでもできちゃうわけなんですけど、でこれにイヤホンをつければ音が聞こえます、聞こえるはずです。聞いてみます。イヤホンをつけて聞いてみます。聞こえてます。これ今 NHK 第2が聞こえてて、 CBC ラジオが聞こえていて、この辺で NHK 第1が聞こえていて、ちょっと東海ラジオが聞こえないみたいなので、まあこの辺はですね、手作りなんで容量をピタッと合わせるのは難しいので、4曲のうち3曲は合ってると。まあピタッと合わせるためにはコイルの巻き数やこのバリコンの直径であるとか、あとこの密着度によって、この空間の広さによってコンデンサ容量変わってくるんで、まあ調整しながらですね、全曲聴きたいんだったらいろいろトライは必要かもしれませんが、3曲は聴けるロータリー、バリコン、アルミ箔ロータリーバリコンが完成して、ちゃんと機能しているという、そういうことです。